広電宮、島口方面ホーム、再帰区役所前駅は、広島県広島市再帰区エビエン2丁目にある、広島電鉄宮島線の駅である。駅番号は、M29。当駅の所在地であり、駅名にも含まれている、広島市再帰区は1985年、再帰区に五日市町が、広島市に編入したことで新設された区である。当駅は、再帰区の設置を受け、 二年後の1987年に開業した。同年に広電一海地駅が移設したことにより、駅間距離が長くなった広電一海地駅、楽楽園駅間に新設された駅であり、広島市の要請に応じて開設された西岸駅である。駅の建設費用は広島市が負担した。二面二線の地上駅、互いのホームははすかいに位置している。路線の起点から見て、 手前にあるのが、広田西広島駅方面へ向かう、上りホーム。奥にあるのが、広田宮、島口駅方面へ向かう、下りホームで、両ホームの間には、道路が通り踏切が設置されている。上りホームの広田西広島寄りには、かつて、宮島線で運行されていた、鉄道車両用に使われていた高床ホームが、残されている。以下の情報は、 広島市統計所に基づいたデータである。1日平均乗車人員データは、年度ごとの乗車総数を365で割った値を小数点2を丸めて小数点1位の値にしたものである。広島電鉄のデータは1000で丸めて提供されているので、1年ごとではプラスマイナス500の誤差があり、1日あたりでは1.4人程度の誤差が発生する。区役所は、 駅から南へ徒歩2分の距離にある。ありがとうございます。